よし。ただいまーって誰もいないか。あれ、キリト君疲れてたりする？なんか調子悪そうだけど。私そんなこと言ったっけ？あ、でもキリト君と一緒にいる時間を増やしたいって気持ちはあるかな。それでね、新婚旅行かどうかはわからないけど、たまには日頃の疲れを癒して羽を伸ばしたらいいんじゃないかなって。本当はもう少し早く言い出したかったんだけど、どうかな。よかった、喜んでもらえて。まだ決めてないんだ、キリト君と相談して決めようと思ってて。行きたいところ？79層にこんなところがあったんだ。キリト君、嬉しい。あ、見てキリト君、ほら桜吹雪、綺麗。キリト君、聞いてる？そっか。晩ご飯美味しかったね。料理人たる私をうならせるとは、この宿屋の料理人ただものじゃなさそうね。近くにいい狩り場があれば長導流してレベル上げっていうのもいいんだけどな。世の中うまくはいかないよね。さて、お腹もいっぱいになったことだし、何しよっかキリト君。おやすみ。本当に寝ちゃうの？キリト君変だよ。昼間だってなんだか無口だったし、今だってせっかく思う存分二人っきりでいられるって思って新婚旅行に来たのに、これじゃ。ううん、私こそいきなりごめんね。でもキリト君、悩んでいることがあるなら言ってほしいな。いいよ、でもいつでも私に相談してね。何キリト君。
リト君。確かに、SAO にいる限り、明日をも知れぬ命だけど。だからこそ、ゲームをクリアするために、私たちはここまで進んできたんだよ。そんなに不安にならないで。私だって、キリト君の背中を守れるぐらい戦えるよ。一人で戦わないで。私はずっとキリト君と一緒にいる。そばにいる私のこと、ちゃんと見て、感じてほしい。キリト君、ずっと、ずっと一緒だよ。キリト君、キスして。優しいね。キリト君、ぎゅーっとして。暖かくて気持ちいい。キリト君の匂いと音がする。ねえ、私の音も聞いて。私を愛して。あ、キリト君、そこは。おはよう、キリト君。キリト君の寝顔、堪能しちゃった。そんなことない。いつまで見てても飽きないよ。大好きな人の寝顔だからね。照れても逃げ場所はないですよ。覚えてる？返品しようと思って。他のも確認しないとね。こっちの
フリルがついてるのもいいよね。あ、そうだ。キリト、お茶飲む？うん、なんか変なお茶。キリト飲んでみてよ。大丈夫だよ。私も一緒に飲むから。うん。じゃあすぐに入れてくるね。お湯。おはよう、キリト。覚えてないの？キリトが横になってたから、お風呂借りるねって言ったら、いいよって言ったじゃん。あたしがお茶を入れてきて、その後お風呂に入って、そんな大した時間じゃないよ。はい、お茶。意外に美味しかったよ。キリト、すっごく疲れてたみたいだね。ぐーぐーいびきがすごかったよ。いっぱい付き合ってもらっちゃったもんね。ごめんね、キリト。近寄ってるんだもん。それじゃあ早速買ってきた下着をつけてみよっと。キリト、似合ってるか見てね。キリトくん、いる？あ、アスナだ。はーい、待ってね。どうしたの、アスナ？あれ？部屋間違えちゃったかな？やっぱりキリトくんの部屋だよね。うん、そうだよ。キリト、アスナが用事みたい。キリトくん、これってどういうことなの？はーい。楽しかったよ。一緒に下着屋さんに行ったの。下着？うん、いろいろ行ったね。お風呂に入ることにしたの。キリト君。キリト、すごかったよ。すごかった？何がすごかったの？そんなことないよ。大丈夫だよ、キリト君。別に怒ってないから。ちょっと驚いただけ。私キリト君のこと信じてるもん。それとストレアさんって本当にはちゃめちゃだね。え？私？なんかうまく言えないけど、
面白くって予想のつかない人で、私ストレアさんのこと大好きみたい。私もアスナのこと大好きだよ。それからキリタもみんなもねえ、晩ご飯誘いに来たんだけど、ストレアさんも一緒にどう？あ、行く行く。それじゃ二人でキリト君にごちそうになっちゃおう。よし、メニューにあるもの全部食べられるか挑戦しようっと。キリト君、ごちそうになります。やったね、アスナ。うん、遠慮しないで食べようね。どうよどうよ。サンキュー。頼んだぞ。
シェイ。For my